では部分積分法に入ります。まず公式を証明しておきましょう。この公式はとても大事なので自分でいつでも導けるようにしておいてください。出発は fx×gx という関数の微分、これは、微分そのままこのようになりましたね。 f'x×gx+fx g'x で、これの両辺を積分します。で、これ微分して積分したら元の形に戻りますね。 fxgx で、こちら側はインテグラルをつけてインテグラル f'xgx の dx プラスインテグラル fxg'xdx で、左辺分一回繰り返しましょう。インテグラル f'xgx dx プラスインテグラル fxg'xdx が fxgx となります。だったらこちらを右辺に移行して、こっちに戻りましょうかな。これをこちらに移行して、公式だからこう書きますね。インテグラル fxg'xdx は fxgx マイナスのインテグラル f'xgx dx となります。で、これをどのように使うかは次の動画で見ていきましょう。